岸田総理とバイデン大統領との間で、日米同盟が格段に強化をされたということでありますが、その路線を引き継いで、さらに強化を図ってまいりたいというお話をいたしました石破総理はこのように話し、今朝行われたバイデン大統領との電話会談で、日本の防衛力強化をめぐり、 防衛費の額だけでなく中身を充実させることや日米間の連携の強化について説明したということですまたイランによるイスラエルへのミサイル攻撃について市場総理は認められるものではないと厳しく非難した上で全面戦争にならないようアメリカと連携していく考えを示しています